コンクレハー、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日もお疲れ様です。これから頑張って、今日も一日いってらっしゃい、わからんけど、こんにちは。コンクレハー。はい、というわけでね、今回はあなたへのアドバイスということでね、特に恋愛とか仕事関係ですよとか友人関係ですよとかは決めずに、あなたへのアドバイスをちょっと見ていきたいと思っております。はい、初っ端からハイテンションだったから、きっともうテンションちょっと落とさなきゃならないのは分かった。というわけで、ね、今回はね、4択でいきたいと思います。一番左が ABCD ですね。左のやつがレモネードで、左側2番目がルートビア。知ってる？レトビア、僕飲んだことないんやけどさ、なんかめっちゃ、なんかね、僕の友達にね、ルートビアをしてる子いたから、あ、ルートビアもイラスト屋さんのあるんだって思って入れたわ。で、左から3番目がタピオカミルクティーな。一番右が抹茶な。右2つはもう僕の、すいません、好みです。はい、余談でしたね。ではでは早速、ちょっと4択リーディングやっていきたいと思うので、この4つ。1、2、3、4つある中、好きなやつ選んでください。一度ここで動画止めてな。で、ちょっと10秒ぐらい数えるけん。そしたら、絵の人、多分動画始まると思うから、は、選んでな。いくよ。あ、止めていいからな、ここで。一回動画止めて、で、タイムスタンプとかで自分の番号のやつな。ピューンって。ピューンって飛んでってな。じゃあ、数えます。1、2、早いな。3、4、5、6、7、8、9、10、ほな、行きましょう。はい、お待たせいたしました。まず、一番最初のレモネードを選んでくれた人な。なんか声高いな。テンションも下げてかな、ちょっと。落ち着いて読まなあかんから。最近さ、まず、タロットを、混ぜして、混ぜして。で、今回はね、現在、過去、現在、未来、あなたの過去、現在、未来と、まあ、例えば恋愛だったら、そのお相手の過去、現在、未来、または仕事での過去、現在、未来と、あとはまあ、金運とかね、家族とかでも何でもいいんだけど、なんかあなたが、自分の中で解決したいなって思ってることとか、例えばなんかアドバイスってことだから、まあでもこの後どうしたらいいのかな、ところなんかその悩みの種みたいなやつに対する過去現在未来と、あとキーカードを1枚引いていきたいと思っていて、で今タロットをぐる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 混ぜてる。混ぜた。あれね、この前ね、あれを300均ってあるじゃん。100均じゃなくて。3コインズって言うんだっけ。3コインズ、プラスか3コインズか知らないけど、なんかプラスっていう種類もあるらしくてさ、最近ね、あのね、ポンポコさんたちのピーナッツくんとね、ポコピーやったっけのさんのね、動画をね、見るようになってね、すごい楽しいんだよね。OK。いや、まあ、100均とか300均とか、見るの好きよ。なんか、おしゃれなの多いよね。なんか、雑貨とか見るのが好きでさ、ただ行くとお金使っちゃうから、あんましね、行かんようにしてる、外出るとお金使っちゃうから、なるべく行かないようにしてるんだよね。でもね、300均ってすごいね、みんなには見えない次元の壁っていうものがあるんだけど、ここ、見えないだろうけど、あのね、めっちゃ飲み物入れをつけまして、なんかね、なんかこれは別の人なんだけど、YouTuber さんがなんか、フレーバーティーとか、例えばさ、その、ドライフルーツとかを炭酸水とか水とかに入れて、なんか、ビタミンウォーターみたいなやるやつに使ってたやつ。でも僕はもう普通に水と氷やけど。そこの前な、ちょっと、話長々なってごめんな。でもちょっとシャッフル中やから許して。そう、クリスタルガイザーって僕が大好きな水を送ってもらったからな。最近それをね、よくそれで紅茶飲んだりとかね、そのまま学校持ってくったりね、しててね、それをね、飲んでるんですよ、今も。ありがとうございます。という話でした。はい、ちょうど混ぜましたので、ではでは早速、まずあなたの過去、現在、未来。おお、1枚出た。早い。過去、現在ね。よし。で、未来。
このかな、未来。そんで、問題の、あなたが問題にしているもの、悩んでいるものの過去、現在、未来をポンポンポンって出したいな。ポンポンポンって出したいわ。OK。そしたら最後にキーカード。キーカードを出したい。キーカード。の、解決に向けてのキーカードが、はい、1枚出た。はい、というわけでね、僕はまだ言うて、そんなに慣れてないもんでね、ちょっといろいろ意味とかを調べながらゆったり読んでいきたいと思います。はい、ではまず過去のところね、カップの3が出ました。よし、見ていこう。あなたは過去別に特に問題ないね。なんか、問題ないねっていうか、割となんか心地よい時を過ごせてたんじゃないかな。っていうのは全体的になリーディングっていうか、その恋愛とかそういうのに縛らないで言うと、まあ結構なんか努力してたものが祝ってもらえたりとか認められたりとか、なんか結構喜びみたいなところが出てて、ハッピーです、やったね、幸せみたいなところがあった。で、恋愛とかだったら、なんか、あ、この人いいなーっていう人に出会えてたりとか、あとパートナーがいたとかね、幸せな時を過ごしてましたよとか、仕事に関しても結構スムーズにいったりとか、そうね、でもこれはね、一人で仕事をやっているっていうよりかは、チームワークを大事にしながら仕事ができていたとか、もうお金に関しても特に、安定してますね。人間関係も悪くないと。なんかこのカップの3って3人があのカップを持ってウェーイ、杯持ってウェーイって仲良くしてるから、まあだから、そうだな、結構人間関係で見てる人多いのかな。物、まあ物も豊かだし、物質的な豊かさもあるし、人間関係とかにも豊かさがあるから、まあ、総評して豊かだったって言ってるよね。で、現状なんだけど、で、現状がカップの6の逆位置で出てます。で、これが、なんか過去にとらわれてませんかって、そう、それこそ過去がさ、豊かだったり幸せだったなっていうのを結構振り返っちゃってる、なんかそれのワードがいてそれになんかとらわれてるんじゃないかな。まあ過去自体の経験はね、あなたの糧ではもちろんあるんだけど、なんかそれにとらわれすぎていませんかって、それでなんか結局なんか今行動ができてないみたいな。これね、カップの6ね、なんかカップが前になんか花瓶みたい、花瓶っていうかプランターみたいな感じで杯にお花が咲いてて、で奥に1個あって、1個をなんかあなたが誰かに渡そうとしているんだよね。やけん、ただ今渡せてないってことは逆位置で出てるから、渡せてないというか行動ができてない、なんか停滞してしまってるかなって感じがするんですよ、すごく。だから本当はあなたはこれ逆位置で出てるってことはね、それができてないっていうのもあるんだけど、もちろんそれもそうなんだけど、と同時にね、本来はあなたは相手にその、なんだろう、物を送るっていうか、なんか気持ちを送る、アタックするっていうか、なんか行動ができるはずなのに今できてないよって言ってるんだよね。そのカードが出るっていうのはそういうことも含むから、だからそうだね、なんか過去をああいう、例えば恋愛で言ったら、あーあの恋愛楽しかったなって思いながら、多分そういう風に思うってことは今も気持ちがあるんじゃないの、少しどっか、なんか例えばでもやっぱり好きだなみたいな、好きなんだけどなみたいな仕事とかでも言っても、あの時はうまくいってたらなんで今うまくいかないんだよとかかな。人間関係でもまあ同じことだよね、なんか気にしてるな、喧嘩でもしたって感じなんだけど、ごめん、僕結構恋愛系のリーディングは割と得意なんだけど、仕事とかあんましリーディングしたことないから、ちょっとそっちに引っ張られがちだから気をつけるね気をつけるね。まあ何に対して見てるか、その人を見てる君たちによるから、またそれを全体的に読めたらいいんだけど、
まあ、そうね、何を通して言っても、まあ、過去を振り返って行動ができてませんねって言ってる。だからこそなんかチャンスとかを見えてないよお前ってなってるよな。あとはね、なんかパッ、ま、ごめんよ、全体的なやつはそれで、恋愛と仕事、まあ、金運と人間関係っていう順番で見ていくんだけど、じゃあまず恋愛ね。なんか出会いを求めてる人は過去の恋愛を引きつってって、だからこそやっぱ前が見えてないから、なんか本当は出会いが実はそこにあるのに見れてませんねっていうのとか、ってなった時には、まあこれ簡単なアドバイスだけど、なんかそれを思い出してしまうってことはやっぱりさ、それのその状態で誰かに出会った時さ、あの人ああだったんだよなとか振り返るのもちょっと失礼じゃない、相手に対して。相手からしたら過去の人なんか知らねえし関係ないし私を見ろよって感じになってもおかしくないから、だからこそその傷を癒す期間、充電期間みたいな感じ、なんかその前の人と元さやに戻ろうって思ってないんだったらね、もう、あ、もう別れて、もう過去の人はいいんですって思ってるならそうだけど、でもまあ正直僕から、僕あくまで僕の意見だよ、僕の意見としてはその過去を振り返るってことはそれだけがあのその人を意識したり自分の中で大事な人だなって思う気持ちがね少しでもあるんだったらちょっと行動したらって思ってしまう。思ってしまう。まあそれはね結構ね勇気のいることだったりするとは思うんだけどね。まあとりあえずなんか新しい人を探してるっていうんだったら、まあ傷が癒えるための行動を何かしたらいいんじゃない。まあこの後アドバイスとか出るから、まあ未来とかを見ながらね、まあ言っていきたいんだけど、オッケーオッケー。で今そう、今やってるのがあなたの過去と現在ねを見てます。でその後に問題、例えば恋愛出たらお相手の過去と現在を見て、でその後両者の未来を見ていきたいって思ってるから、ちょっと待っててな。で次お仕事、あ、じゃあパートナーがいる場合はなんかそのさっきも言ったけど優しさに甘えてませんかあんたって、なんか例えば甘えてる、なんだろう、連絡できてるのかな、どうなんだろう、でも対等じゃないって言ってる、ちょっとプライド高い。ちょっとプライド高いのかな君もしかして。ね、プライドはもちろん大事なことだけど、恋愛に関してはね、ちょっとね、なんだろう、取っ払った方がいいじゃん。ここで問題になって出てきてるから。大事なんだけど、プライドの使い道をちゃんと誤らないで。って言ったらいいのかな。なんか自立した関係とかやっぱ甘えたさん、恋愛とかもないよ、パートナーいる人で見てるけど、なんか自分から連絡できてませんとか、なんか連絡むしろ自分から全部切っちゃいましたとか、なんか相手から何かしてくれないかなーって思ってるとか、甘いお前がやるしかないんじゃっていう状況に置かれてると思うんだよね、このカードが出るってことは。なんかワンちゃん相手が動くっていうの、相手がなんかあってでできない、自分は動けないって言ったらこのカード出てこないと思うんだよ。だからなんかそう思ってる節ない、甘えてないって言ってる。あなたちょっとずるいよって言ってるね。なんか長々と言っちゃったけど、そんな感じかな。じゃあ次仕事とかね。やっぱ仕事は過去はうまくいってたのにみたいな、今過去を見てて過去の実績とか良かったことを見てて現状に不満をすごく抱いてるかな。でも結局さ、未来っていうのは今の積み重ねだから、だからそれをやっぱコツコツとやっていくしかないよって言ってるかな、現状のところもね。金運はそうやな、例えばまあカップ6個あるから、まあ6個も豊かさがあるってことは、まあ金銭面になんか余裕はあるかもしれないけど、まとまったお金が入ったりとしても、例えばボーナスとかね、この時期だったらあるのかな、わかんないけど、とか入ってもパッて散財しちゃうんじゃないっていう、なんか何が大切でいつ使うべきかっていうのは
ちょっと考えた方がいいかも。衝動買いも控えてって言ってるかな、基本は。もうだからそれこそ前にさ、安定してたけど、なんかパッて入ってお金使い、あ、なんか今なんかあったのかな、お金使いが荒くなっちゃって、気をつけな気をつけなって言ってる。で、人間関係、人間関係ね。はい、まあ、自分の中で解決したいこと、恋愛対象、仕事、お金等の過去の状態がカップの7の逆位置だね。カップが多いですね。過去、現在、未来で、あの2つで、あなたとお相手または問題に対する問題6枚プラスアドバイスで1枚引いてるんだけど、まあカップが多いこと多いこと7枚中ね、1,2,3,4 枚出てるよ、半分以上なんか思うこととか気持ちとかそういうところが多い、なんか大きいのかな、この問題に対しては。はい、というわけでカップの7の逆位置で出ました。ではまず全体的なものね、過去。なんか過去迷うことがあったのかな、なんかカップ7って目の前にカップ7個浮かんでるような感じなんで、カップっていうか杯が7個浮かんでるような状態なんだけど、まあ、なんか悩むというか迷ってたんだよね、どうしたらいいって選択してしよう。で、実際それをなんか迷ってるのが消えて、まあ、行動を起こすみたいな、迷ってるっていうか、まあそうだ、なんか悩んで行動を起こしたみたいな感じが、なんかこうできてるから。恋愛で言うとそうだな、まあそれこそ出会いを求めてたらチャンスがあった。 OK、 あのね、恋愛、あ、これあなたの相手もしくは問題が思ってる、問題が抱えてるものね。なんか問題とか、恋愛、難しいな。難しいな。あなたのお相手の場合は、過去、結構、お相手から見た、なんか結構、やっぱりうまくいってるなーって相手も思ってたみたい。それこそ結婚の話が出た人もいるんじゃないかな。でも、出会いを探すっていうところ、でもお相手だから、ちょっと違うかな、それは。で、お仕事とかによっては、やっぱ計画性を持って仕事に取り組めそうって言ってるから、問題が。やっぱり、そうだよね。で、うまくいってたって言ってるから、まあそういうことなんだなって思う。で、金運も、堅実なお金の使い方を身につけられる。人間関係も、そうだな。それぞれが自立していい感じの関係を持ってていましたねって言ってるかな。じゃあ次に、その過去の問題に対する、過去じゃあ現在のその問題が抱くもの、はい、というわけで、現在のお相手もしくはいろいろ以下略が抱くものね。何を思って、あの人は何を思ってるのかだったりとか、お仕事とかだったりとかね。相手はなんかその対象のものは、まあ行動していける段階、問題、そのお仕事とかに関しては、お仕事自体はなんかまあ進んでて判断もしっかりしていけるとか。で、あなたがどうだったっけ、カップの6の逆位置だったよね。やっぱりあれだよ、あなたの前にチャンスは広がってるんだよね、こう見ると。チャンスが広がっている。まあ恋愛から見ていくと、そうだな、なんか、これは片思いの人は関係ないかなって思う。片思いの人はさっき言った、それこそなんだ、過去を引きずってるとかだから、まあ、あなたに対するお相手、恋人とかは、もう割と行動していける時っていうか、それこそ
ドーンって構えてるから、どんとこいや、お前からの連絡待ってるぜみたいな感じがする。お相手こだわり持ってたりする、なんかなんかポリシー持ってるとか。例えばじゃあ恋愛、僕で言うとね僕で言うとねはあれやけん、なんで言ったらいいのかな、こだわり、やっぱ対等ってさっき出てたから、フェアじゃなきゃやだ、ちゃんとけじめつけろって僕結構思うんだよね。何に対しても自分がなんかやらかした時もけじめつけなきゃなとか、なんか正々堂々としてるとか、なんかそういうところを大事にしてるみたいな、なんかポリシーがあるのかな、お相手って感じがする。仕事とかは、そうだね、仕事に対してもさっき多分軽く言ったかもしれんけど、言ったっけ、わかんないけど、でもやっぱりチャンスは実はあるんですよ、あなた、あなたはあるけど見れてない。本当はなんか例えば部下がいる場合指導力とかが評価されたりとか、なんか仕事もね交渉でなんかうまく運べたりとか、この後でトラブルに対しての対応力とかも上がったりっていう時らしいんだけど、なんだかそれをチャンスを見れてないみたいな、苦しい苦しいばっかみたいな、まあ、厳しいね今回タロット。人間関係もやっぱり公正な視点があることでうまくいくとかね、やっぱりそういうこと言ってます。では改めて未来のあなたがどうなっているかを見ていきましょう。未来のあなたね、はい、未来のあなたは6のソードが出てます。全体的にその今置かれてる環境とか現状が変わっていきますよって言ってる。それがどう変わっていくかっていうところ、新たな出発っていうのがすごくキーワード、もうこの後キーワード出してんだけどねキーアドバイスかは出すんだけど、もう未来に向けて新しく出発、例えばお仕事だったら今の苦しい現状からなんかいいこと、いい方向に行けますよとか、恋愛に関しても例えば復縁していきます、うまくいきますよって感じがする。例えば新たな出会いがありますよとかね、あのお相手を探してる人とかだったら、これはなんか物理面とかでだけじゃなくて精神的なものっていうか、多分そっちなんだろうな。なんかこれまでの考え方切り替えないと、切り替えて発想の転換するタイミングって言ってますね。今がだよ、未来こうなるために今はそうしましょうみたいな。パートナーがいる人はまあ順調に幸せな結婚じゃない、間違えた、ごめん恋愛関係が楽しめますよとか、まあ、例えばまあ共通の趣味とかが共有できたりとか、価値観とかもね、なんか今まで以上になんか結束力とか、まあ、より良い関係を築いていきますって言ってますね。遠距離だからこそ深まるとか、パートナーを探してる人は、これ言ってる、同じこと言ってる、過去の恋愛引きずりがちだった人とか、辛い恋愛に耐えてきた人は新たな出会い、新たな出会いな、新たな出会いっていうか、まあ新たな出会いとか、まあ、復縁で探してる人は旅先でねパートナーが見つかる。でも今ちょっとなんかあれだっけ、コロナとかがまた爆発的に増えてるから、その辺ちょっと難しいかもしれないけど、旅先な、旅先、新たな趣味を始めた先みたいな、コミュニティみたいな、例えばなんかディスコードで喋るみたいな分からんけど、そんな感じがします。はい仕事、金運、仕事は移動、転職、または転勤とかで環境が変わる可能性が。転職悩んでる人はまずは説明会とかオンラインセミナーとかに参加して、なんか情報収集してくださいって、あなたの中で今悩んでてうつうつとしててなんか何もできてないんだったら、まあ、まずはそれをしてなんか見聞を広めてくださいって言ってますね。またはその発想が新しく転換する、転機が訪れるみたいな、例えば新しい企画を思いつくとか、なんか意見とか思いついて、それが実際に採用されるとか、金銭面はなんか順調になってくるって、お金の流れがさっき、安定した収入が見込めそうですって言ってるから、ただここでも使い方慎重に見極めてって言ってるから、もともとあなたはお金自体は問題なかったから、家族での転居とか友人との旅行、移動、やっぱり移動なんだよねこれね。なんか
動く、あなたが動くって感じする。お相手はね、お相手というかその物事はもう待ってんだよ。だからさっき目の前にチャンスがあるとか、例えばそのなんだっけ、恋愛に関してもドンと身構えてるというか待ってるから、あなたが動く時ですみたいな、あなたが行動することでみたいなことを言ってるかな。はい、お相手またはその問題とか仕事とかの未来が、カップのキングの逆位置で出ました。なんかそうだね、あなたが行くぞってなって向かってるんだけど、なんかお相手とか問題自体はもう待ちすぎて疲れてんだよこの野郎みたいな感じがする。そうね、やっぱなんか喧嘩した、復縁とかさっきも出てたから、喧嘩したりなんか問題があるとしたら、まずそれをしっかりと話し合う時って言ってる。あなたがこれから進んで相手に向かってなんか連絡したりするつつるでしょ。でそのまま、あじゃあすぐラブラブしましょう、元通りやったー楽しいってなるんじゃなくて、まず先に解決するべき問題とかをしっかりとやっていく時ですよって言ってる。じゃないとね、あなたもそうだけどお相手もね不安なんだよね。なんかなんかこの場合は寝ろこしてんだよね。ただこれなんかキングがこうやって杖持ってカップ持ってドーンって座って向いてる方向に、近くにいるお魚さんも同じ方向を向いてるから、本来であればうまくいくんだよ、うまくいくんだけど、ただそれを解決しないことにはちょっと進んでいきませんね。なんならそれをフラッシュバックしちゃって不安になっちゃうんじゃない、お相手が。すごくなんか精神的にブレブレ、メンブレっていうんだっけ、メンタルブレイクわからんけど、なんかそうなっちゃうから、まずは何にせよ話し合えって言ってるな。多分これさっきのさ、なんだっけ、お仕事がなんか新しいところになるとか、まあ実際に自分のやつが採用されるって言ったんだけど、そうだな、なんて言ったらいいのかな、なんかその時にやっぱ大変じゃん、お仕事変えるにしろ、なんだ、なんか企画を考えるにしろすごい大変じゃん。で楽な方に、楽な方にって結構人間って堕落しがちなんだよね、ちょっとね。まあそういうところがあるんだよ、人間、良い人間あるんだよな。でもそれ仕方ないことではあるけど、その気持ちを律せるのが人間だから、だから、もう美味しい話なんてねないんだから、言うて結局あなた自身の努力の賜物がなんか結果を生み出すわけだから、そんなね、もう美味しい話ばっかで言ったらもうみんな幸せですよみたいな話ですな。善悪の判断を失わないよう注意してくださいと。だからまあ目先の利益に飛びつくなってことですね。もしくはなんかその相手の悪意とかにもちゃんと気づけるような感じ。だから例えば仕事で言ったら、全体的に何を利益とするか、何を成功とするかってところをしっかり考えて構成していくってところ。転職に関しても、あなたが結局転職するにあたって、今現状が何が嫌なのか、どういう生活を送っていきたいのか、どういうことを仕事に、やっぱそうね、そのなんか一番最初に言ったと思うんだけど、あなた甘えてないって言ったよね最初。だからなんかきっと分かってくれるっていうところに甘えちゃダメって、なんかやっぱ僕もすごく実感したんだけど、最近しっかりとね言葉で伝えないと、まあなんとなくね、僕結構その相手が思ってることとか察するっていうことに関しては、多分僕以外にもな、感受性強い人とかね、得意だっていうか、もう分かってしまうってところもある人はいると思うんだけど、でもね、とはいえ分かんないものは分かんないんだよ。あ、この人今こういう感じなのかなって察することはもちろんできるけど、結局どう思ってるんですか詳しくっていうところは分からないんだよね、話し合わないと。だからこそさ、恋愛に関しても話し合えっていう風に言ったりとかで、一番最初にあんた甘えてないっていうところが出てたから、まあ、全体的に見るともう本当に言葉でやったりとか、実際にさ、言葉を交わす上でもさ、なんだろうな、例えば LINE みたいな文章のものってさ、余計になんだろう、言葉のさ、なんだろう、抑揚って言ってるのかな、がないから誤解しがちだし、電話でさえさ、表情が見えないからさ、わかんないところとか、実際に、なんだろう、合ってない。だから、フェイス2フェイスじゃない時点で、
フェイス2フェイスで実際に目の前にいるとしても、な勘違いとか誤解とかって生まれてしまうこともあるから、まあそういうところだよな。しっかりとあの意見のすり合わせであったりとか、なこれってどういう意味なのっていうところをしっかりと話し合うってところがなんか大事かなってする気がする。転職に関しても結局何がしたいんですかってところよな。うん、ですです。で最後、キーアドバイスな。だから今になって気づいたんだけどさ、これさ多分あのカットしてるんだよね。あのなんか見やすいように、なんか黙って考えてるところ結構カットカットってやるんだけど、あの音楽後付けにすれば、はい、というわけで、なんだっけなんだっけ、最後に、あなたへのキーアドバイスのね、何を結局したらいいですか、もう大体何をしたらいいかっていうのを結局伝えてたんだけど、その上であなたが心がけていくべきこととか、こういうことしたらいいんじゃないっていう、まあ、気の持ちようだったりなんだりを、まあ、キーとなるものをお伝えしたいと思います。キーアドバイス出たのはクイーンのワンドです。はい、聖地で出ました。あなたの魅力を発揮するチャンスが来るかもしれません。うんうん、行動するときですよってことだよね。やっぱり船も出てるしさ、そういうことなんだよ。もう今だよ、今行きなって、もう尻込んでる場合じゃないって、甘えてんじゃないよって言ってる。恋愛はさな、まあ、仮にね、相手を求められてる人、新しくは、なんか明るく親しみやすい異性とのご縁が増える可能性がありそうだって言ってる。まあ多分これはどっちに関して、復縁に関しても、新しく探されてる方に関しても、駆け引きパートナーはいる場合、もしくは復縁の場合は、献身的に、そうだな。結構あなたが振り回してたところがあると思うの。なんか見てて甘えてるだとか、すごい出てて感じるから。だからこそ、もう、まあ素直にってところだから、そういうところはちゃんと謝るとか、あとはしっかりとその相手が何を思っていたのかっていうところだね、を聞くとか、相手を思いやった行動を心がけてって言ってるかな。相手自体はね、あなたのことをもう見てるんだよ。見てるっていうか、何で言ったらいい、思っている、あなたを思っているから、大丈夫だから行きなさい、今ですって言ってるから、仕事はね、やっぱり成功する機会が増えていくとか、やっぱチャンスが目の前に実はあるんですよ。だから自信持ってって言ってる。あなたやってくださな、友人関係に関しても友好的に気づいていきますよとかいろいろ言ってるから、これからねうまくいくんですよ。あなた過去よく楽しかったこと引っ張られすぎてチャンスとかいろいろが見失ってて、で、なんかどうしたらいいんだろう、わからないってなってることがあるのかもしれないんだけど、あのね、あなたが行動するしかないんですよ、今。本当に。あなたが動くべきなんですって。甘えてないでって、厳しいけど言われてるよ。もう、本当に。あなたが成長できる時だからって。うまくいきます。大丈夫です。今ですよって言ってます。もう行動するしかないんだって思って、もう割り切っていきな頑張んな、いけるいける、大丈夫大丈夫、うまくいくからね。はい、というわけで改めましてレモネードを選んでくださった方は以上になります。最後まで、ご覧くださりありがとうございました。お疲れ様でした。ほなまたね。はい、お待たせいたしました。B2 番ルートはビアを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。今回は、あなたへのアドバイスかなをしていきたいと思います。まあ悩んでることとかね、まあ何でもいいんですけれども、それに対するアドバイスをしていきます。ちょっとカードをね、タロットまず全体的にぐちゃーって混ぜてるからぐちゃーって混ぜて、ほんでシャッシャッシャッってシャッフルするところからね、やってまいりますので。そう、A の人に言ったんだけどさ、あれよ、音楽さ、BGM 流しちゃっててさ、後で動画に編集するときにつければよかったって、てか、もともとそう思ってたんだけどね、やっちゃったーっていう話をした。だから B の人からちゃんと BGM 切ってやるから。大丈夫。何が大丈夫か分かんないけど、そう、ブチブチさ、切るけんさ、それでさ、音楽も消えてしまうからさ、それが気になるよね、ごめんねって話をしてたんだよね。
鼻めっちゃスースーになるし、なんか頭ズキズキすんねんな。やっぱな、偏頭痛なんだよね。きついね。偏頭痛持ちの子いる？大変だよね。僕お薬飲んだんだけど、さっき。さっきお薬飲んだんだけどな。なんかスースーになっちゃう。ごめんな。はい、というわけで、まず終わったので、あなたの過去、現在、未来。で、お相手、もしくは悩んでることのに対する過去、現在、未来を重ねて見ていきたいと思います。あなたの過去、現在、未来はすっげえ。はすっげえとか言って。過去、現在、未来。出した出した。もうすげえって言った理由後で言うから。びっくりした、びっくりした。あ、僕、リーディングでこれあんま知れてこなかったんだけど。よし、こう。で、お相手の過去、現在、未来。で、最後にキーアドバイス1枚ね、の計7枚引いていきましょう。これだな。はい、ういういうい、引けました。はい、というわけで今回のリーディングは、あなたの過去、現在、未来、お相手もしくはその問題に対する過去、現在、未来も合わせてみて、でプラス1枚キーカードを見ていくって感じなんだけど、キーアドバイスだね。まずあなたの過去と現在、そしてお相手もしくは問題の過去、現在で、最後に未来をそれぞれ見てアドバイスっていう順番でいきます。で、あなたの過去、すごいって言ったのがね、そう、太陽のカードが出たの。正位置でいきなりね、びっくりしちゃった。で、過去、あなた何、どんな状況だったか見ていきましょう。結構あれだね、イケイケドンドンだった感じがします。なんか晴れやかに成功するとか、なんかパワーを持ってる感じがするんだよね。例えば結婚であったり、なんかいいことがあったのかなって思います。で、まず恋愛のことで見てる人に対してね、そうやな、片思いだったらあなたに対してなんか思いを持ってくれてる人とか、そうね、なんか結構いい感じの風が来てたかなって感じがする、過去ね。で、両思いの人はまあ順調に続いていましたと、幸せだったんじゃないかな、結構。で、これなんかその恋愛とかに対したりするのもそうなんだけど、あのね、結構本当に強いパワー持ってるカードの3って、太陽ってね。だから例えば結婚の約束をしていたとか、実際に結婚された、婚約していたとかもあるんじゃないかなって思います。で、次、お仕事の方ね。お仕事は結構才能とか発揮してたりとか、結構仕事でも評価をちゃんともらえてたりとか、やりがいを持って行動ができてたんじゃないかなって思いますね。気運もいいと思いますね。絶好調だったって。たくさん稼げてたとか、副業でも思わぬ収入があったとか、そういうことがあったんじゃないかな。やっぱり順調とか、ポジティブだった。なんか良かったんじゃない？友人関係とか、人間関係の部分ね。ウェーイ！最高潮だぜーってなってる。そんな感じがしまーす。はーい。はい、で、あなたの現状を見ていきましょう。あなたの現状、今3のワンドの逆位置で出ました。うんうん、そうか、そっか、思いのように進めてないかな。だからそれこそ過去がさ、すごいイケイケドンドンだったんだけど、今ちょっと停滞しちゃってんのかな、悩んでるって感じがしますね。ただあなたの周りにはちゃんとアドバイス聞いてくれる人もいるよって、聞いてくれる、アドバイスを言ってくれる人だったりとか、まあ、実際あなたの周りには必要なものが実はありますよ、揃ってますよって感じだね。で、恋愛の方、なんか過去はいいタイミングがあったんだけど、今はなんか早く出会わなきゃみたいな、結婚を課されてるのかな。あとは周りになんかみんな友達付き合ってて楽しそうだな、自分も付き合いたいの、なんだよみたいな風に思ってる人もいるかもしれない。でも焦っててもうまくいくことないよって、なんか例えば計画的にっていう言葉があるからね、このカードは。なんかどういう人と付き合いたいのかなとか、誰でもいいならいいんですけど、別に僕はあんまりそういうの好きじゃないんであれなんだけど、失礼だよね、相手に対してって思っちゃうから。例えば出会うためには、まあ、自分、例えば自分だったらどういう人と出会いたいの。清潔感あった方がいいよね。清潔感あるってことはつまりどういうことをしたらいいの。髪を整える、ヒゲとかね、もしね、そういうの男性とかだったら特にね、整えなきゃとかあると思うし、まあ、女性でもね、もちろん顔とかいろいろケアとかももちろんあるけん、
男女問わずそういう身の回りの新進系なことを整えたりとか、あとはなんかファッションセンス磨くとか、なんかこういう地道だけど大事なこととかをちゃんとやるときみたいなことを言ってる。うん。で、お仕事ね、やっぱギャップよな。だから今までが結構進めてこれたからか、その現状ちょっと滞ってるところにギャップにちょっと焦ってるし、あーマジどうしようどうもなんねえ、さっきまでうまくいってたじゃんみたいな感じ。まあだからこそ今目の前のことをね、遠く結構このカード見てて、あーどうしようあーってなってるからまずは目の前のことコツコツこなしていって、それでちょっと学ぶべきところとか、例えばお仕事で関わりある人からちょっと学んだりとか、そういうのが今ちょっと必要な時だなっていう風になってる。ただそれをやることで着実に前進をしていけるって言ってるから、成長していけて、それが多分つながっていくんじゃないかな。お金もね、結構急な出費が出たりするかもしれないから、きちんと計画的に使ってって。人間関係なんかそれこそなんかなんだろうな、悩みを抱えやすい時言ってるから、アドバイス頼んでも、あごめん今ちょっと無理みたいな、あなた自身が自分の中で見つめる時、なんかただね、相手はなんかアドバイス求めてたりとか相談して、ちょっと今相談があるんだって言ってもごめんね今無理って言われたら、ただ相手があなたを嫌いとかそういうことじゃなくて、単純にちょっと今忙しかったりとか時間が合わないだけだから気にしないで、そこは大丈夫って言ってるかな。はい、ということで、まずじゃあ次、問題やお相手や仕事もろもろの過去の状態、まああなたに対する過去の状態を見たけど、もうちょっと深掘りしていこう。はい、はい、落ち着いてしました。あなたのお相手または問題等々の過去の状態ね、見ていこうと思います。いつもね、なんかそれのカードの意味とか見てるところがなんか開けなかった。なんかあるのかな、意味が分からんけど、分かんないけど分かんないけど、だから別のやつちょっと見てるんだけど、さあ過去の状態、結構あなたに対していい感じだったんじゃないかな、問題とかお相手とか、順調だったって感じがする。まあ相手恋愛とかだったらあなたを愛してたりとか、まあやっぱ気になる人が気になってくれるみたいな、さっき言ったけど、まあ本当その通りとか、まあ精神的に何だろう、あなたのことを何だろうな、優しいなとか穏やかだなって思われたりとか、でも本当に幸せで愛し合いたいなとか大好きとか、そんな感じ。これ本当に過去は良かったね。今は分かんないけど。ね、仕事の場合ね。そうかな。そうかなってなんだ。そうだなだ。そう、自分より目上の人を。があなたを見てるというか、それを支えてくれてる、やっぱり あのアドバイスをちょっと出してくれる人がいるみたいなことは言ったんだけど、まあそういうことをしてくれたみたいな、仕事うまくいってたかなって感じがする。恋愛もやっぱりうまくいってたし、まあ、そんな感じかな。パパッといきましょう、パパッとパパッといきましょう。はいはい、というわけで、現状のあなたのお相手だったりとか、まあその解決したいことだったりとうとうちょっと見ていくんだけど、これ今戦車の逆位置が出たのね。でそうだな、なんかお相手焦ってたりとか、なんか暴走焦り、まあ、困ってたりとか、まあ、混乱してるとか、すごいストレスみたいな、まあ、恋愛とかだったらそうだね、すごくもうどうしたらいいかわかんないみたいな、どうしようもないみたいな感じ。お相手がね、が知ってる仕事とかだったら、やっぱり今お仕事とかに関してもあなたにとって計画性が大事だなって言われてるね。同じだね。なんか問題自体、悩んでる対象自体がすごく今なんか、本来だったら戦車ってめっちゃさあ行くぞさあ行くぞ全然行くぞって言ってんだけど、それがなんかねうまくいかないってなってるんだよね。
停滞してるというか、まあ、あなた自身が停滞してるからっていうのがあると思うんだよね。じゃあ未来どうなっていくか見よう。そうか、未来が、皇帝エンペラーの逆で位置で出てるんだけど、これがね、なんかね、あなたちょっとそうだな、待ってよ、ピンとくるやつをね探すんだけど、やっぱ計画しろってさっき言われてたけど、準備不足、計画の準備不足だったりとか、まあ、あなたが頑固になってたりとか、まあ、逆に自信過剰だったりとか、うまくいかなくて不完全燃焼みたいなことが出てる。だから思うように進んでないんだよね、物事が。恋愛で言うとね、そっか、あなたが強引に行き過ぎちゃったりとかはやっぱわがままになってる。で、なんかうまくいかなくて弱気になっちゃってますって感じかな。味方思いだったりしたら、まあ、ついなんか焦りすぎてなんか強引にアップロードしちゃってっていう距離感の味をって言われてたりとか、両思いだったりとか復縁の人だったりは勝手な思い込み、あの人はこう思ってるよね、じゃあこうしようみたいなはやめなって。そっか、信頼関係が大事って言ってるから、そうだな、テンペラーってやっぱり先生さ、皇帝だからドーンって言うわけよ、どっしり座ってるわけよ。だけどさ、そうだな、あなたはあなたが将来エンペラーが出たことは、まあ、実際あなたはそうやってどっしりできるってことも言ってるから、やっぱ計画性とかなんかどっしり構えなって言われてるな。なんか未来がこうかもしれないから、まあ一つの未来でしかないわけよ。未来なんて今の積み重ねってよく言うんだけど、僕だから変えていけるというか、別の道ももちろん選べるわけだから、だからやっぱりゆっくり進んでいく上で、あなたがじゃあどっしり座って、あの相手のその例えばお相手が一緒だったら、お相手のこと考えて行動するとか、まあ、話し合うとかでも全然いいと思うんだよね。で、話し合うときもあなたは本意じゃなくてしっかりと意見を聞くとか、もしくは自分がじゃあこれってこういうことっていう風に聞くとかね。あとはあの人、あの相手から話を聞いて、あそうだったんだなって一回自分の中に収めるとかねを言ってるかな。もしようと思う、やっぱ計画の見通しが甘いって言われてる。計画しなって、ちゃんと計画を突き詰めてやんなきゃダメよって。で、絡まっちゃって、ちょっと周りからあの人ってさ、ちょっとさ、なんかすごいイケイケどんどんでくるけど、ちょっとあれってどうなのって思われちゃうかもって言ってるからこそ、やっぱりしっかりと計画を立てて、で、その事前にね、他の人に相談するとかアドバイスを求めるとかがいいかもね。ちょっとした金融とかもちょっとした油断、まあ急にお金が必要になるかもって言われてるから、やっぱそういうところよな。まあ、ちゃんと計画的にお金を貯めておく、事前にって言ってる。やっぱそう、すごい頑固だって周りからも思われちゃうかもしれないから、まあやっぱり計画性だったり相談アドバイスを求める謙虚な姿勢も大事かもって言ってるかな。で、最後、お相手、お相手って言ったらいいのかな。問題が、未来どうなっていくかのお相手、もしくは気になってる人、もしくは気になってる人、もしくはその問題とかね、お仕事とか自体の、未来がどうなっていくかってところな、どう思うかとかね。やっぱ新たな光が来ますって。例えばまあそれこそね、悩んでることがあるなら復縁とか、またはなんか伝えたいこと、まあ進展させていくとかね、まあそういうことがあるとしたら、そのチャンスが来ますと。で、やっぱりお互いに理解し合えるより、より理解し合えるって言ってるから、まあ、やっぱ話し合いだな。すごく。すごい、過去の恋愛が復活する復縁だね。もう、相手自身が恋愛に対しても前向きになってますよって。積極的に連絡取ってあげてねって。もう今進んでいきましょうって言ってるかな。お相手がいない人は、そうだな、こだわりを捨ててくださいって言ってるかな。そう、探してる人に関してはこだわりを捨てる。
こうじゃなきゃ、やっぱ恋愛ってさこういうもんだよねみたいなのをなくすって言ってるかな。人間関係、仕事とか、まあ仕事か、仕事自体はやっぱ忙しくなる、休めない状況になるかもしれないって言われて、一応座り直すわ、よいしょ。でもなんか空回るって大崎言われてたもんな。空回るね。なんて言ったらいいのかな、やっぱなんか心身ともになんか疲れちゃうかもしんないね、もしかしたら。ただちゃんと休む時間も取ってよって言ってる。例えばまあ計画が甘いからそこを直していく上で、まあ、その計画にね、そのどういう風に段階を飛んでいくかみたいな、なんか後々残してがちだ。例えば夏休みの宿題最終日にやりますタイプの人はそれ絶対やめろって言ってるかな。ちょっとずつ進めていきなって。人間関係もこれから良くなっていきますと。そうね、で新たな環境でっていうところもあるから、あなたが動き出すって感じよな。なんか話したことない人とかでもどんどん話していきましょうみたいな感じです。はい、で最後にキーとなりますアドバイスですね。キーとなりますアドバイスでございますよ。はい、最後キーとなるアドバイスを皆さんに伝えていきたいと思います。はい、全体的にはあなたが今ちょっとなんかね、それこそ前はイケイケどんどんだったのになんか今うまくいかなくて心が乱れてませんかって言ってますね。やっぱり自分ならできるはずって、そう傲慢さとかね、なんか結果を急ぎすぎてないって言ってる。やっぱ下準備だから計画性を言われてるね、計画していくべきだよとか、進んでる方向性とか、例えば復縁するにしても、あの人と復縁したい、どうしようみたいになってて、でもあの人はこうしたら喜んでくれるよねみたいなところ、本当にそれで合ってるって言ってるかな。やっぱ勘違いも起こりやすいから、やっぱ会話だよね、コミュニケーション大事にしてよって言ってるかな。で慌てないでって、なんか慌てて、あーもう無理じゃん逃げる無理無理無理ってなるんじゃなくて、一回冷静になって話し合うとか計画を見直すとかね、を大事にしてくださいと。恋愛とかはやっぱ何気ない一言ってね、なんか相手傷つけることもあるから、やっぱ復縁に関してってなるけど、やっぱり復縁だからこそね、よりね、あの時何が嫌だったのか、なんか相手もね嫌なこととか不満とかもあるだろうし、あなたもあるだろうし、まあ、そういうところをしっかりと相手の気持ちを優先してまず聞くってところとかね、受け止めるってところを大事にしましょうと。はい、で仕事面はちょっとしたミスをしたりして、なんか失敗するとか、やっぱ睡眠とか食事とか言われてるから、生活面だねを計画していきましょうと。本当に夏休みの最後の宿題バーってやる感じにならないと。言ってるかな。あと美味しい話なんかないからちゃんと堅実に行けって言ってる。あの金銭面とかもそう。人間関係やっぱな、アドバイスに耳を傾けるとか、傲慢さをなくせと言ってますな。あなたの中の変、そのプライドとか、プライドとかはね、もちろんなんだろう、物を作っていく、計画していく、なんだろう、これ自信を持ってやっていくっていうところはもちろん大事なんだけど、それって今必要かなって言ってるかな。プライドもね、傲慢さとね紙一重だから、そこを気をつけてあなた進んでいってくださいという風にアドバイスが出てます。以上です。では B のなんだっけ、これルードウィアがお選びくださった方ありがとうございます。何かちょっとヒントになることあったらぜひぜひ気をつけてみてください。では以上です。最後に見てくれてありがとう。お疲れ、はまたな。はい、お待たせいたしました。C3 番タタピオカミルキーをお選びくださった方のリーディングを始めていきたいと思います。現在の時刻は夜11時12分。僕は結構なんか眠いです。なんかね、 A も B もね、多分なんだろう、まあ、カットカットして短くするんだけど、見やすいように30分くらい時間がかかってるから
ね、思ったよりね、リンリングってね、精神的にもね、来るしね、集中してみるからね。あとはね、あのね、なんだ意外と大変なのよ、これすごくね、とはい、頑張って見ていくよ。すごく感受性が豊かちゃんだからさ、引っ張られるんですよね感情がね。なもんで、よいしょ、じゃあ C のタピオカさんも見ていきましょう。どんな感じかな。今回はね、現在過去未来、あなたの現在、過去現在未来とお相手、もしくはそのあなたが悩んでいることとかアドバイスを求めていることの過去現在未来も合わせていく。うん、でプラス1枚キーアドバイスを足していこう。そんな感じでございますよ。よいしょ、これかな。いや、もう一回混ぜて、ほいっと、あなたの過去現在未来、わーお。で、次はお相手、もしくは、あなたの問題としているもの、過去現在未来。どうしてワオって言ったかっていうとね、あなたのね、数全部逆位置で見てんの、出てんの。だからよっぽどなんか悩んでることでもあんのかなって印象としておきました。とはいえね、逆位置だから悪いってことでもないんだよ、カードによる。おお、びっくりした。お相手、もしくは対象物、もうなんか3枚中にも、あ、逆位置出た。すごい、逆位置が多いね、びっくりだよ、こんなに多いのなかなかない。うわ、2枚出ちゃった。3枚だった。 3枚多いな。 1枚にしてくれ、アドバイスな、1枚にしてください。1枚、はい、1枚、ここ、とう、オッケー、1枚出ました。はい、タピオカ選んでくれた方のリーディングをね、じゃあ今やっと始まるのをやっていきますよ。ですね、まず過去の段階でフェージの層で逆位置で出ました。全体的にの意味は、過去なんか試練が訪れてる、悩んでる、なんか問題が起きたのかな。過去なんかチャンスをあなた自身が遠ざけちゃったみたいな。完璧じゃなくてもいいんだよって言ってる。じゃあまず恋愛から見ていこうか。片思いは相手があなたの恋をちょっと試してくるようなことがあったとか、またはあなた自身がなんか相手に不満をぶつけたくなったり、カッてなっちゃって喧嘩になっちゃったりとか、気持ちが高ぶっちゃったのかな。あとはなんか疑い深くなったっていうのは、多分あなた自身がなんか余裕がないのかな、不安の表れみたいな感じ。ここにコミュニケーションが足りてなかったって言われてるね、過去ね。お仕事に関してもなんかうっかりミスとかなんかやっちゃったみたいな。準備不足、スキル不足。なんかあなた本来は賢いしうまくやっていけるんだけど、なんか全体的に余裕がないって感じがすごい伺えますね。で、自分自身に余裕がなくて、なんか不安に思ったりとか、カリカリしたりとかで、なんか不安、不信感がで、な、不信感があったりとか、なんかその周りの状況がうまくいかないのは、なんかあなたのそういう心の余裕のなさから生まれてますねって感じがします。ではあなたの現状も見ていきましょう。はい、というわけであなたの現状ですね、これもソードだね、同じだね、ソードの10の逆位置でございます。現状はまあ前よりかは余裕が出てきたのかなって感じがする。なんかこれから事態が好転していくよっていう兆しなんだよね。でこれからなんかいいことができていく、厳しい試練を乗り越えられそうな暗示だから、それこそさっき試練って言われてるから、ちょっとうまくいきますよみたいなところだね、総合的には言われてます。で、恋愛は停滞してたのかな、なんかマンネリとか、なんかそれこそ課題とか試練っていうことは、一回破局まではいかなくても、なんか冷却期間を置いていたとか、まあそういう子もいるのかなって感じがするんだよね。まあ実際に別れちゃった子もいるのかな、復縁もあるかもしれん。
そんな感じ。パートナー探してる人はなんかいい出会いがあるかもって、婚活とかも積極的に行こうぜって言ってる時期が今って言ってるね。ね、仕事は逆にこっちは良くないな。それこそさっきさ、ちょいミスが多いって言われたけど、実際にこの後大きなミスが起きちゃうかもって言ってる。あ、でも違うわ、起きちゃったのかもしれない。過去、その過去あった大きなミスとか、まあ、ちっちゃいミスとか何でもいいんだけど、まあ、そういうのをカバーするべくに前向きに仕事に取り組んでいきましょうみたいな。実際できますよって。で、周囲の関係もなんかより良くなっていくから、なんかそこでなんかフォローしてもらったりとか、アドバイスもらったりとか、自分が逆にアドバイスしたりとか、まあそういう感じで関係を深めていきますとか。で、金銭面苦労しがち、もうさっきの段階でね、なんだろう、なんか本当は過去の段階で金銭面で言ったらなんかうまくいかないというか、なんか家計簿つけたらみたいなことも多分あるんだけど、なんか決戦面うまくいかなかったのが断続から這い上がってこれそうですみたいな。貯金とかも始めてみたらって感じだな。人間関係も疎遠だった人から連絡が取れますよとか、なんか苦手だった人も、あ、こういうこの人と共通の趣味があってみたいなので、なんか打ち解けたりとかできるかもって言われてますね。はい、ではお相手もしくはその問題の過去の状態を見ていきます。はい、過去の状態を今見てるんですけれども、今回ペンタクル7の逆位置が出ました。全体的にはその新たな好きな相手、思ってる相手もしくはその問題、仕事自体を表してるんだけど、なんか動けないけどこれからなんか動いていくんだろうなみたいな感じ。出会いはパートナーが、まあ、あなたにとってのパートナーが、お相手があなたに対する印象というかいう時にやっぱなんか揉めたのかな。で、実際にお相手も別れを選ぶのか進展させていくのか、それこそ復縁とかのところね、なんか変化が訪れるのかなって感じ、過去の段階で。だからそれこそなんか一回別れした人もいるんじゃないかって思ったけん、そういうことなんだろうな。やっぱり話し合いができてないのかな。話し合いましょうっていう風に言われてるから、多分話し合えなかったんだと思う、あなたとお相手が。ちゃんとなんか話し合ったとしても、なんか結局それですれ違いが起きて、なんかうまくいかなかった、結局どう本当はこう思ってるんだけどうまく伝わらなかったってこともあるのかなっていう風に。そうだよな。で、仕事とかもあなたがちっちゃいミスを犯したりとかして、なんかうまく最後まで完成できなかったかもってか言ってる状態があるって言ってる。で、金銭面も出費とか損失とか同じだよね。そういうことだよ。人間関係も距離感がうまく取れなかったり、なんか苦手だなって思ってる人がいたのかなっていう感じが伺えます。はい、では次ですね。はい、お相手もしくはその新たな問題の現状のところはワンドの2の逆位置で出ております。はい、というわけで、お相手もしくはその問題自体が、お相手は多分なんか選択ができない、難しい、材料が足りていないとかなんだけど、じゃあまず恋愛から見ていくか。やっぱギャップが生じやすいっていうこと、多分さっき話し合いってところがうまくいかなかったのかな、現状で。今それで悩んでる感じがする。なんか同じ方向向いてうまくいけてたのになって振り返ったりとか、で、関係性を深めるチャンスだが今あるっていう風に言ってるから、あなたと仲直りしたいっていう風に思ってたりかな。仕事はやっぱ同じこと言われてるな。ハプニングとか、なんか計画通り進まないとか、さっきあなたが言われたことと一緒だから、合わせて考えるとなんか優柔不断なのはやめなって言ってる。これからね、結構なんだろう、解決していくこともあるけど、ただあなたが優柔不断だったりとか計画がちょっと甘かったりすると、なんかそれ焦っちゃったりとか、ちゃんと意思を持って責任と持った発言で行動してみた方がいいかもって、なんていうかな、お金に関してもそう、予想外の出費とか、やっぱあるからっていうの、同じことばっかり言われてるね、すごいねすごいね。人間関係はそうやな。あなたは実際なんかすごいなと思われる人なんだけど、それをなんか自慢しすぎたりするのは良くないねっていう感じがします。はいはいはい、とか言ってな。
じゃあ次、あなたの未来がどうなってるか見ていきましょう。はい、あなたの未来をまず見ていきます。全体的なものは、そうだな、なんか弱気になってるな、迷ってたりとか、なんか自分はこうしたい、利益的、なんか利益というか、本当はこうだったら楽しいよなみたいな感じが、だけどうまくそれが生きてない。何が本当はあなたにとって大事なことなのかがちょっと見据えられてないから、それを見据えなきゃいけないって言われてね。未来、まず恋愛からいきましょう。あ、経済的な不安から行動を起こせない。そっか、さっきなんか出費とかなんか言ってたもんね、お金のことね。なんかそういうことで、なんか恋愛とか結婚のチャンスを逃さないように注意しましょうって。仕事や金銭トラブルとか恋愛以外のことで、なんか二人の関係が良くない方向に行くかもって。例えばお仕事でなんかあなたが余裕がなくなってお相手に当たっちゃうとかね。なんかその安定してる状態が今まであった、長すぎだ。でもそんなことないな、一回問題が起きてるから。それはちょっと違うかな。自分の気持ちは実際どうなるかなっていうところを振り返る。でこうやって今現状ね、例えば復縁とかなんか相手のこと考えてるだとしたら、それは多分あなた自身がお相手のこと好きだからだと思うんだよね。好きじゃなきゃいちいちそんな悩んでないでしょ。別にどうでもいいや、次行こう、次だったら別に見ないと思うんだよね。でもどっか考えてしまうってことは、あなたの中に思いがあるからってことだと思うんだよ。やけんそこを見誤らないでって言ってるかな。お仕事に関しては、能力を生かせずに不安とかが生まれてくると、やっぱ計画性を言われてるな。具体的な計画を考えましょうって。でそれを実際に動いていきましょう。考えるだけじゃなくて行動しましょうってことだよね。なんかお金を割と使ってる人なのかな。やっぱりお金お金お金って出てくるんだけど、人間関係でもお金が出てきて、てかペンタクルってコインなのね。お金とか象徴なんだけど、例えばなんか問題が起きたら、なんか申し訳ありません、これで収めてくださいみたいなイメージ、ドラマとかでイメージがあるんだけど、なんかそう友人関係とか人間関係でも、なんかいつもお世話になってるんで、ここは今日払わせてくださいよみたいな感じで結構お金を使っちゃう。なんかなんて言ったらいいのかな、なんかお金ってね、本当に人を狂わすんだよね。今はなんか仲いいとしても、例えばなんかいつもお世話になってるから、例えばなんかプレゼントしようみたいな、なんかそれもねちょっと考えもんの時もあるんだよね。もちろん学生でさ、自分で稼げてない時は特にやんない方がいいと思うし、働いてたらまあ自分の責任やしいいと思うんだけど、それが例えばお相手がね、パートナーとかがいる場合はまた別の話になってくるよね。独り身だったら別に問題ないと思うんだけど、パートナーがいるってことは将来的に一緒に行く前提だと思うんだよね。僕的にはなんか一時のパートナーとかじゃなければだけど、未来を見据えてるんだったら、そういうところはねちょっと振りやめた方がいいんじゃないかな。それは一人だからこそできることだよなって思っちゃうかな。単純にね、パートナーがいる場合、パートナー目線、あなたがそういうことしてるのは多分いい気しないと思うんだよね。自分以外の人にそうやってプレゼントを送りまくってるっていうのは、僕だったら嫌だもん僕だったら嫌だもん。なんかそういう感じがする。なんか問題をお金で解決しないでって、問題じゃなくてもなんか自分の自信のなさをお金で解決しようとしてないって感じがするんだよね。そうやな。あとはなんか相手になんか求めすぎてませんか、いろいろなんか理想を押し付けてないって。なかなか人間関係のところでいろいろなところに向けていろいろ言われてますねなんか今回みんな厳しいこと言われてんだよな。どうしたって感じじゃあ、あなたのお相手もしくは問題に対する未来ね、見ていきましょう。すごいのがさ、あなたもお相手も、そのお相手だったり物事もさ、両方ともペンタクル出てきてんだよねで、あなたにのじゃなくて、話じゃないわ、間違えた。あなたのお相手だったりとか、問題に対して出てきたのが、ペンタクルの5ってやつな。ペンタクルの5は、行き詰まるとかな。やっぱなんか未来行き詰まってんな。まあだからこそ最後アドバイスを引いてあるから、そこは安心してほしいんだけど、じゃあな、体調崩したりとか金銭面とか
あとは愛する人から拒絶とか、拒絶な復縁の人からしたら、じゃあうまくいかないのって不安になるかもしれないけど、どうだろう、拒絶、でも拒絶というか、なんだろうな、あなたに対する不満のところをあなたがちゃんと受け入れないっていうか、一回受け止めてほしいところを受け止めないみたいな、あなたやっぱ変わってないね、自分勝手だねってところ言われてる気がする。あとは単純にお相手には余裕がないとかね、忙しくて。じゃあまず恋愛から詳しく見ていきましょう。お相手が思ってることとかだな。心の貧しさ、やっぱなんかお相手から見てあなたとか、あなたから見てお相手のところに、なんかやっぱなんだろうな、復縁とかで多分見られてる人もいると思うんだけど、復縁とか、例えばあとはなんだろうな、でもパートナーがいる場合とかだったんだもんだよこれは。未来、なんか出会いを探してる場合だとしても、なんだろうな、相手、例えばその出会う場、出会う場、合コンとかっていうのかな、僕行ったことないからよくわかんないんだけど、自分の理想をやっぱ押し付けない方がいいってところかな。でパートナーがいるってところは、そうだな、なんかやっぱ思いやりが大事って言われてるんだよね。このカードすごいね、雪が降っててね、寒そうなの、すごい寒そうなんだよね。やけんさ、あなたもなんかすごい寂しくて心がきついきついつらいみたいになってて、お相手も多分同じような気持ちだと思うの、二人寄り添ってるからね。やけんさ、やっぱ話し合うこととか、自分の辛さはどういうところやったとか、お相手の逆に辛さはどういうことだったのかっていうのをちゃんと話し合うとかの、話し合うっていうか、ただ話すだけじゃなくて、なんかどういうことを思ってるのかっていうのをなんか伝え合うというか、自分の中で一回受け止めて整理するっていう時間が大事なんじゃないかな。でお仕事、そっか、健康上であったりとか、なんか大事なものを仕事上で紛失しちゃうかもしれないって、なんかポカミスやりがちだから、そこはやっぱ休みな一回って言われて、あなたなんか今てんてこまいな人が多いんじゃないかな。なんか焦って、あーどうしようどうしようってなってるうちに、いろいろなんか問題が積み重なっていく感じがする。雪だるま式にな。金銭面はやっぱりあれだな、貸し借りとかは絶対やめなって、お金、あとは散財とかにも気をつけてって、衝動買いや無駄遣いは買い物リストを作りましょうって言ってるな。何を買うべきなのか、今何が必要なのかをちょっと見極める時期なのかな。人間関係は、やっぱ経済的なことが原因って言われてるな。貧しさだな。金銭トラブル、さっきも言ったけど、やっぱりあのお金ってね、すごい人を狂わすわけですよ。今は良くても未来どうなるかなんて分からないでしょ。だからこそ未来って怖いなって思うところももちろんあると思うんですよ。まあそこばっかりね、怖い怖い未来ほんと不安って思ってるのもよろしくはないですよ、もちろん。今が積み重なるから、今どうしようってところが大事なわけで。だけどな、ただやっぱりお金な、前向きな行動が大事って感じなんだよ、すごく。結構金銭面言われてるね。すごいお金に関して言われてるわ、全部通してな。問題に対するお金、そうだね、お金の使い道をちょっと振り返ってってところだな。あなたが良くてもってところかもしれないし、実はその例えばプレゼント送られてる側は申し訳ないなって思うかもしれないしね。別に特別な関係でも何でもないのに送られて、どうしようみたいなどうしようみたいなね、とかもあるかもしれない。金銭トラブルで関係が断たれるとかね、まあ、そこはちょっと気をつけた方がいいかも。考え方をね、ちょっとね、柔軟にして考え直した方がいいかもな。で、アドバイスをもらいましょうって言ってるよって感じがする。で、立ち直るためとか、なんか現状を良くするためにも、なんか頼る人をね、探しに行きましょうって。なんかどんどん、なんか自分の中で問題を抱えて、なんかうつうつとして考えてんのかな。それじゃ解決するもしないよねって感じだよね。他の意見が入ってこないから、結局ずっと自分の中で考えちゃって終わりみたいなことを言われて気がします。では最後、アドバイス、キーになるアドバイスを言っていきます。はい、というわけで、そうやね、タピオカ選んでくれた方のキーとなる最終的なアドバイスを今から言っていきたいと思います。結構ね、割とアドバイスは言ってきたけど、まあ最終的に何をしたらいいのかってとこよね。
本音と建前をうまく使いましょうって言われてるな。うん、なんか目先の利益、自分がこうしたいんだって気持ちを押し付けるんじゃなくて、でも実際はどうした方がいいのかなっていうのはあなた自身の中で結構あるんじゃないかなっていう、その心の声に耳を傾けてくださいって言ってますね。ではまず恋愛の方に対するアドバイスな。他の人に目移りしちゃったりとか、パートナーいる人ね、パートナーいるとか復縁を考えてる人は、もう他の人にね、あ、もういいや他の人行こうって目移りしたりとか、あとは逆にパートナーを試すようなことはもうやめな単純にやめなって言われてる。僕もやめなって思う。うん、なんか相手を本当に思う大事な気持ちとかをしっかりと思い出してほしいというか、うん、そうだな。なんかそんな相手を傷つけるようなやり方はよろしくないよねって。それこそあなたはなんか相手がそれで反応してくれて、あ、自分のこと思ってくれてるんだなって気持ちになるかもしれないけど、相手からしたらもうたまったもんじゃないよね、そんなんね。たまったもんじゃないよって感じがする。本当にそれでいいのって。後悔しないって。ね、せこいやり方やめなって言ってる。かな。駆け引きっていうのは、なんだろう、やめな、本当に素直になんなって感じがするな、すごく。すごくそう感じます。うん。で、気になる人がいる場合、まだパートナーとか特に付き合ってないよとかの方の場合、探してる方は、計画を入念にしましょうと。仮に恋のライバルがいる場合はそれに勝てますから、まず計画してください。例えば相手がどんなのが好きな好みとかね、話してったりとか、もう話す上でね、共通のこととか見つけてより関係も良くなったりとか、例えば相手が最近カフェ巡るの好きなんだよねって言ったら、え、そうなんだ、え、どんなのが好きなのって聞くとか、うん、ね、そうね、やっぱりさ、なんだろう、性別問わずそういうの嬉しくない、自分の好きなものとか興味あるものにさ、そうやってなんだろう、話聞いてくれたりとか、なんか楽しそうにしてくれたらめちゃめちゃ嬉しくない、そういうことですねそういうことですね。ただパートナーがいる場合はちゃんともう誠実に行動していってくださいってことなんだけど、パートナーがいなくて探してる場合は慎重に動いてください、計画してくださいっていう感じがしますね。まず仲を深めるところからゆっくり行きましょうって感じでね、焦らないでって言ってる。で、お仕事の場合は策略とか、その実力以上に、なんだろう、見せるよりかは、慎重に進めていきましょうって言ってるね。見栄を張らないでいいよって、あなた、等身大の感じやな、すごく。等身大のあなたで、もう十分素敵なので、そのまま行ってくださいと言ってますね。ただ、お金の問題ですね。ほんと全体としてお金についてすっごく言われてるんだけど、マジでお金の使い方とかはもうほんとトラブルがね、起きるよこの人、危ないっていう道を歩いてるから、そこを本当に教習、気を引き締めてくださいってアドバイスのところでは言われてますね。はい、そのあなたってなんだろうな、八方美人なところあるかもしれない、もしかしたら人間関係のところね。なんか例えばさっきもさ、お金プレゼントあげてさ、なんかお世話になってるからみたいな、それで心をつかむみたいな、不安だから自分に自信がないからみたいなところもあるかもしれないんだけど、まあ、そういうのってなんかその熱い信頼とか深い友情とかじゃないよねっていうところが言われてて、まあ、それでもいいと思ってるかもしれないんだけど、まあ、それをやりすぎると実際にあの人ってさっていう風になっちゃう。なんかそうまいことを言ったりとか、当たり障りのないこと、相手にこうって取って都合のいいこととかを言ってると、なんかあの人ってちょっと偽善者っぽいよねとか、二枚舌だよね、うまいこと言うけどさみたいなとか、あとは偽善者、あいつかもだよなって思われてしまうこともあるのかもしれない。だからこそ人間関係どうしていきたいですか、あなたはっていうところを言われてる気がする。喉がもうすごいカスカスなんだけど寝る前で喉がもうあなた寝なさいって言ってるかもしれない、体がね。よいしょ。そうやな、別に、なんだろう、表面上仲良くするのは問題なくいきますと。ただ、あなたは本当はどういう友情関係を築いていきたいんですかってところが言われてるかな。まあ多分、あなたは全体的に見ててすごい、なんだろう、自分に自信ないのかな。なんか、虚勢張ったりとか。うん。まあでも、そういうところあるのが人間だったりするかなと思うけど。僕だって不安になることあるよ、もちろん。女性の人は二つ張りたくなると思うけど、
でも実際その後の後々自分が後悔しない方向に歩んでいくことが大事だと思うんだよね。まあその例えば調子いいこと言って仲良くなってウェイウェイってしてるけど本当にこれで良かったのかなっていざ振り返ってみて、なんか楽しいからいいしって思って本当にそれで本当にいいだったらいいんだけど、楽しいけど楽しいよ楽しいんだけどさ、本当に悩んでることとか相談できるみたいな感じ。信頼関係の築き方今一度考えてみようってことが人間関係で言われてますね。自分らしく生きるとは謎やってところをちょっと振り返るのもいいかもって言われてますね。人間関係で悩まれてる方は、そう結局自分が何をしてきたかがの現在の積み重ねが未来になっていくわけですよ。だからその辺をねちょっと気をつけてみてくださいっていう感じがしますね。はい、以上になります。頑張って、本当頑張って頑張ってとしか言いようがないよこれあなたがどう変わるか、どう行動していくか、どう考えるかっていうところがすごく大事なのかな、このタピオカさんはって思いました。タピオカ飲みたいな僕タピオカ大好きなんだよ、飲みたいな。ちょっと高いんだよね、そんな話どうでもいいけどでは最後にもう一枚引いてあげるよ、しょうがないな。そんな、今結構厳しいこといっぱい言ったな。でも本当あなたがどう変わるかだよ。何を引く、何を一枚もらおうか。でもアドバイス引いたんだよな、あなたがどうしたらいいかっていうのを引いた。あなたがどうしたらいいか引いた。もうやるだけは本当にあんたがどうするかだよ。そうよ、あなたがどういう人になりたいか、どうしていきたいか、どんな環境を築き上げたいか、もう何にでも言える。ここは本当に何にでも言える。もう二十歳そこそこのねやつに言われてもあれかもしれないけど、でも本当その通りだと思うよ。二十歳そこそこでもそう思うんだから、あなたはきっと僕より年上の人だったらよりわかるんじゃない。僕より年下でもなんかちょっと腑に落ちるところあるんじゃないって思っちゃうけどね。何かね一枚引いてそっからなんかアドバイスというか一言いただきましょう。よいしょ、ちょっと待ってな、最後にアドバイスというかなんか一言もらおうかなと思って出したんだけど、それが太陽のね逆位置で出ました。この太陽ってカードすごくねパワーがあるカードなんだよね。これね本来だったらポジティブなパワーとか持ってるんだけど、それがうまくいかせてませんって言ってる。やっぱりあなたの中の未熟さだったりとか甘えとかなんかそういうところ、なんか実際今本当に切り替えていかなきゃいけない時期だよっていうことを自覚してくださいって言ってるね。なんかね今回のリーディングどの人もすっごい厳しいこと言われてるんだけどマジでどうしたどうしたらいいなって感じなんだけど、親しき中にも礼儀ありとかね、自分本位になってませんかとかね、そういうことですね。本来だったらね、あなたは周りの人を幸せにできるっていうか、その例えば思ってる人がいたらもう本当にあなたって本当に優しいのねみたいな、信頼できる人ねみたいな、であなたのその優しさに対してこの友人だったりとかもあなたっていいやつだなって思われたりとかしてるんだけど、それがね今生かしてない状態なんですってさなんですってさだからやっぱり今どうする、どうしていくかってところのターニングポイントだから、まあ、とりあえず今一度振り返ってどうしたいか、まあ頭の中で考えてもぐちゃぐちゃしちゃうから、例えば紙に書くとかね。で紙に書くと破り捨ててさ、もう見えなくできるじゃん、消せるじゃん。なんなら燃やすこともできる、燃やすのはちょっと火事危ないからやめといた方がいいけどまあ捨てれるとかねあるから、その方がいいかもね。それで意見まとめて考えてみるっていうのもいいと思います。では改めて C のタピオカを選んでくださった方のリーディングを終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとな、お疲れ様、頑張れよ、応援してるから本当にもうホワイトよ。
では改めましてお疲れ様、またな。はい、お待たせいたしました。D4 番抹茶を選んでくださった方のリーディングを始めていきたいと思います。その前にね、まずタロットをねぐちゃぐちゃに混ぜるところからやってまいります。 ABCD ね、ちょっとリーディング終わったんですけども、現在時刻いつ今何時だと思う？まあ、リーディング始めてそろそろ2時間経ちそうなんだよね。でも大丈夫、多分ね、あれよ、投稿してるねやつはね、あれよ、もうちょっと短くなるから、全体的より、なんかあの、なんか考えたりとか何言ったらいいかなっていうところとか、お見やすいようにチョキ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 ってしてからだからね、もうちょっと短くなると思うんだよね。よし、混ぜた混ぜた。じゃあ混ぜたから、あとはシュッシュッシュって混ぜ混ぜするんだよ。じゃあなんて混ぜ混ぜしたから、シュッシュッシュって、あのカードあるじゃん、あのカード切って、あーババババってなった、カードを切っていきます。そう、 A の人には言ったんだけどさ、僕最初さ音楽切ってさ、そう動画編集するときに音楽足せばよかったのにさ、流しっぱでさ、その配信やるときみたいな感じでなっててさ、プチプチ切るときにさ、なんか音楽もプチプチなっちゃってごめんねって感じの話をした。だから B の人からちゃんとやってるけど、 A の人ごめんなって話をしたんだよねそんな感じ。じゃあよし、 D の人、よし、もう一回混ぜて、よし、あー出ちゃった出ちゃかんって、まだやってないって。よいしょ、カードがね、ベアってなって、ベアって。僕ちょっと軽く眠いから、申し訳ない。ちゃんとリーディングするから。大丈夫、ちゃんとリーディングしてるけど、もう現在時刻23時51分、もう12時ですよ。そろそろ日付が変わろうとしております。ああ。よいしょ、よいしょ。なんかすごいカードがジャンピングしてくる。どうしてそんなに伝えたいことがあるの？なんか D の人にはいっぱいなんか伝えたいことがあるみたい。なんか、あれかな、今が運命の人かな、今が運命、今ターニングポイント来てる人、真の人も結構ターニングポイント来てたんだけど、でもすごいジャンピングするんだよね、うん、でも早速見ていきたいと思います。D の人、ごめん鼻シュンシュンになっちゃう。あなたの現在、過去現在未来と、あなたの思ってる人、復縁したいなと思ってる人とか、出会いたいなと思ってる人とか、あとはなんか問題抱えてるとか、仕事とか金銭面とか人間関係とか、まああなたが思ってる占ってほしいことに対することの過去現在未来と、あとキーアドバイスを1枚引きます。なので計7枚だね。ちょっとまずあなたの過去現在未来、よし、じゃああなたのお相手、すごいなぁ、ジャンピングが。すごいすごい。飛び出てこようとしてる。過去、現在、未来。うん。OK。で、なんだ。キーアドバイスな。キーアドバイスを1枚引きましょう。はい。はい、では見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まずあなたの過去から見ていきたいと思います。見る順番なんですけど、あなたの過去と現在、そしてお相手もしくはその問題対象の過去、現在で、次にあなたの未来で、お相手もしくは対象の未来で、最後にキーアドバイスを見て終了という流れになります。よろしくお願いいたします。あなたの過去から見ていきたいと思います。出たのがね、ソードのマイトのね、聖地で出ました。そっか、オッケー、見ていきますよ。なんか結構過去頑張ってきたのかな、何か結構力を持って、パワーを持って、よし行くぞ頑張るぞって感じてきた気がする。恋愛に関してもね、結構その結婚を意識したお相手がいたとか、なんか一途に恋愛対象として見てもらえるように努力したとか、お仕事に関しては、まあ、結構飛躍できたとか、まあ、結構いい感じに仕事進められたとか、勢いがねあったんだね、過去ね。もうどれに対してもイケイケドンドンだった感じがする。人間関係、コミュニティに結構参加してたりしたら、こういう関係が広がっていったとか、相談とかもあったのかな、受けてた方ね、あなたが。うん、ではあなたの現在を見ていきましょう。はい、あなたの現在の状況だな。うん、もう見ていきます。イケイケドンドンな状態ではあったんだけど、そうだな、今はなんか閉じこもってる感じがします、すごく。あとはなんか頑固になってる、なんか意固地になってたりとか、あとはなんかこだわりが強いとか、
警戒してるとかそんな感じのイメージがきますね。そうだな、なんか独りよがりな態度になってませんか現状って言ってますね。恋愛とかまず見ていくか。じゃあ恋愛仕事金運で人間関係で見ていきますね。でなんか今現状なんか動けてないね。なんかもともとイケイケどんどんでいけてたのに、なんかなんなら結婚も意識できたのに、なんかアプローチできませんとか、なんか自分の中に閉じこもっちゃって、なんか一人で考え込むか考えてたりとか、なんか悲観的であったりとか、まあ、どうせ自分なんてみたいな。でなんか実際はねすごく考えてるんで、お相手のこと考えてるんだけど、陰者の逆位置出たんだけど、なんて言ったらいいのかな、なんか本当あなたはお相手のこと考えてるけど見ないふりをしてる。すごく考えてませんけどみたいな。本当はこうなりたいって未来があって、それをランタンの中で星が輝いてんだけど、このカードって、それを持って、陰者がなんか実際見てるんだよ。すごく見てる。で本当はね、これね、陰者のカードってね、なんだよ、正位置で来るとすごくいいカードなの。その内観とかひらめきとか、なんか姿勢だったりとか、なんか答えが見つかりますみたいな形で、なんかだから本当はね、答えあなたの中であるはずなんだけど、それ見ないふりをしてる。見ないふりをしてるんだよね。すごく逃げようとしてるのかなっていう感じがすごく伝わってきます。なんか悶々と考えてる。答えはでもね、実際はあるんだけど見ないふりしてて、で見ないふりをするからこそ分からなくなって悶々と考えちゃってるって感じ。だからそもそも相手を思ってる時点でもう結果出てんじゃねって感じがするんだけど、僕まあ相手のこと大事だし好きだからこそ考えちゃうんだよねって感じがする。ということつまり、あなたの中で答えは、って感じなんだけどね。そうで、自分自身そうやってさ、本当は確信は本当は分かってるけど見ないふりをするからどうしたらいいか分からなくて、でなんか実際なんだろう、あなたの性格的にいろいろ考えちゃうんだろうね。元から結構考えがちで、うつうつとって言うと面白くないけど、なんて言ったらいいのかな、なんか考えてってなんか石橋叩きすぎて割ってるんだよね、渡る前に。すごくそんな感じがしますね。でも答えがね、実際本当はあなた見えてるから、もう行動に移してやけばって言われてる。片思いの人はね、そう、慎重に、それを慎重に動いていきましょうみたいな感じ。両思いはね、なんか例えばその復縁で見てるかな、あの両思いの場合だったら喧嘩しちゃったのかなって感じがすごいするんだけど、なんか相手の言った言葉に必要以上になんかつかかってないかなっていう感じがします。すごくつかかってるというか、本来の相手が伝えたかった意図とはまた全然違う方向から見ちゃってるみたいな感じがする。だからこそなんか、なんだろう、不信感みたいな抱いたりしてるのかな、警戒しちゃってる感じがしますね。だからこそやっぱなんかね、なんだろう、でも、どうなんだろう、中には相手との関係を周りにあんまし言えない状況の人もいるかもしれないね。なんかけど、なんか相手のことをなんか本当は全部知ってるつもりでいたみたいな、本当はあの人はこう思ってるよなみたいな、なんか仲良くて相手のことは分かってるみたいな感じの状況だったのがイケイケどんどんであったから、だからこそなんか意見がなんか食い違っちゃって、なんかあの人のこと急に分かんなくなっちゃったみたいなことはあるけど、でもそれが当たり前じゃないって思うんだけどね、僕はね。どんなに、そう、僕も結構なんだろう、相手がどういう風に思ってるのかなっていうのは察しやすい性格というか、その感じ性が強いってところかな。あるんだけど、なんか、とはいえじゃない、とはいえ分かんないことは分かんないよね。結局なんかその伝えたいこともさ、なんか例えばこれ別の人にも言ったな、別の人、別の選択肢の人にも、よいしょ、ごめん、椅子がギシギシ言ってる、ごめんよ、別の選択肢の人にも言ったんだけど、あのね、なんだろう、
結局さ、別の生命体なわけじゃないですか。別の生命体なわけじゃないですか。やけん、例えば LINE で送った文章ってさ、表情とか声色が分かんない分めっちゃ分かんないし、電話で話すのも表情が見えないから分かんないし、で、なんならフェイストゥーフェイスで目の前で喋り合ってたとしても、結局本当に伝えたいことってどういうことなのっていうのを噛み砕いて理解するためにやっぱ会話が必要なわけで、それがなんかうまくいってないのかなって感じがする。なんなら今ちょっと喋れてないって人もいるんじゃないかな。音信不通な人、あなたがもしかしたら音信不通にしちゃってるのかもしれないけど、そうやな。なんかあなたの中でちょっと考えすぎてるところがあるのかなって思ってる。だからそうやな、例えばなんか意見をぐるぐるってなっちゃってるから、なんかストレートに、あの時さ、ああ言ってたけどさ、あれってどういう意味だったのっていう風に聞いてみるのもいいかもしれない。自分の中ではこう取っちゃったんだけど、あれって結局どういうことだったのかなみたいな。やっぱなんか話し合いが大事なのかな。あなたの中でうつうつとしている部分がもしあるんだったら、それはちょっと相手にちゃんと聞くべきだよって言ってる気がする。すごい長くなっちゃったね。すごい長くなっちゃった。はい、で次、お仕事の場合ね、お仕事の場合はそうだな、なんか周りが忙しいのかな、なかなかちょっと協力を超えない状況で、一人でなんとかしなきゃみたいな状況が来てるのかな。あとはなんか集中力がやっぱそれで続かなくて、キャーレスミスとかが続いたりとか、なんかミスをね、なんか認めらんない、頑固なんだよね、やっぱ一貫してあんた頑固だよって言われてるよ。なんか自分の非をなかなか認められないのかな。大きさはさ、大小関わらずだけど、ミスとかなんでもそうだけど、素直じゃないんじゃないかな。なんか素直に助けをこいなって、なんかもし間違っちゃったりとか、なんかミスを犯しちゃったら、もう素直にそれ謝った方がいいってなってるね。当たり前だと思うけど。まあそれがね、なかなかね、なんだ、勇気のいることなのはもちろん僕もわかるんだけど、でもさ、ね、ちっちゃい子もさ、言われるでしょ？ごめんなさい、しなさいって、ちゃんと。もし間違ったことしちゃったんだったら、ごめんなさいでしょって。ね？ね？大人ならわかるよね？勇気が出ないとかも関係ない。あなたがもし仮に自分の中でも間違ってるって分かりきってることがあるんだったら、もうさっさと謝んなって言ってるかな。頑固で、なんか自分はこうしたいんだけどって突き通すのも良くないかな。周りの意見もちゃんと聞きなって。なんか聞けてないからこそ周りの協力が得られてないことももしかしたらあるかもしれない。現状としてね。だからそれは変えていけるからさ。ね。もう今謝っちゃえば逆にさ、この人素直に謝ることができるんだな、頑固だったのに。みたいな。逆にいい印象も得られると思うんだよ。そういうことですな。はい。はい。では最後じゃないよ、まだ全然最後じゃない。金運のところね。そうそうね。なんかやっぱ見直すタイミングだって言われてんな。例えば、なんかそういうこと、昨日までアマゾンセールやってたけど、安いからってガッポガッポ買うんじゃなくて、何が大事なのかなっていうのを見直してくださいって言ってますな。もうお金を貯めていくことで、今後のいい展開を呼び寄せた時に、なんか使えるとか。使えるとか、そんな感じがしますね。はい。金運に関してはそんな感じよ、もう。で、人間関係のところは、やっぱここでも頑固なんだよな。やっぱ人との距離ができちゃって、接点が減っちゃうから、なんか一人よがりになるのはちょっとやめな方がいいよって言ってる。なんか、何が問題だったのかなとか、ちょっと考えてみるのもいいかもしれないね。そうやな。あとはなんかもういっぱいいっぱいになって、もうなんか周りを思いやる余裕がなくなってるんだとしたら、その自然の中に行けなって言ってる。ちょっと自然の中でその小鳥の声聞くとか、まあ今暑いけどね。
いや暑いけどね、まあ、例えば涼しい部屋の中でねいるとしても YouTube とかでさあるじゃん、自然の音流れたりとかさ風景見れたりするから、そういうのでねちょっとリフレッシュした方がいいかもなって思ったよ、あなたがね。はい、ではではさ次、あなたの思ってる人もしくは悩んでるやつの過去の状態を見てみましょう。はい、あなたの思ってる人もしくは対象のもの、悩んでるものだったりとかの過去の状態はページの速度が正位置で出ました。そうやな、結構イケイケどんどんだったから、それをねやっていくことで結構力になってたんじゃないかなって思いますね。イケイケどんどんっていうのは、まあ、あなたの状態を見てそれに対して問題をどんどんね進んで解決していきましょうっていうカードが出てるから、過去でそれが出てるってことは、まあ、実際にそれやれていたんじゃないかなっていう風に感じました。恋愛の人はね、あなたが片思いしてる場合はまあそうだな、あなた自身が気づいてないことがあったかもね、思われてて。ですわ、そやな、恋人がいた人とかは結構あなたとそうだな、あなたがなんかその相手の気持ちに気づけていないことがあったのかな、でいいのが出てる。ちょっとパパってここはあんましないから次行ってくね。でお仕事、お仕事は、まあ、やっぱりなんかうまくいってたんだろうね、計画して うまく動けてましたよって、ポジティブに生きてましたって言ってるね。人間、お金もそう、お金もね結構いい感じで、人間関係はそうだね割と良かった、なんかつかず離れずの良い関係の距離も大事だった。もうこれポイントだから今全然関係ないんやけど、まあ、結構人間関係も恵まれてたんじゃないかな過去。ではあなたのお相手もしくはあの悩んでたものとか対象のものに対しての現状を見ていきたいんだけど、いやペンタクルの4が出ましたね、正位置で出ました。あなたのお相手だったりとか悩んでるものとかがそれ守りの姿勢だな、なんかすごく、なんか例えば復縁だったらもうなんかあなたを失ったことがすごい辛くてもう失いたくないって言ってるんだよね。だから復縁したいと か今度こそはうまくいきたいんだけどとか、まあ、問題が何かなんだろう、別の仕事であったりとか、あとはあれよ、あのお金とか人間関係に関してもしゃな、やっぱりあれよな、散財しないようにとか強欲ってところが出てたから、あなたのところでね、やっぱりバランスが大事だよなーっていう状況が来てる。でちょっとよいしょ見ていこう。恋愛に関してあなたを思う人、パートナーだね、復縁の感じの人はなんかお互いの、あなたもやっぱりさ相手のことを思ってて本当はどうしたいか分かってるっていう風にさっき言ったんだけど、そうお相手もねあなたのことをちゃんと思ってくれてて、どうしたいかなっていうのしっかり気持ちが固まって、関係もねそれをちゃんとや行動に移すことで揺るぎない関係になっていくよって、で実際にその後結婚も視野に入れることもあるんじゃないかなっていう風になってるから、でもとりあえず相手は慎重に行きたいんだよね、なんか慎重に行きたいっていうか、あのゆっくり進んでいきたいかっていうわけではないんだけど、その勇気を持って一歩踏み出してっていう一言もあるから、そのなんだろうな、とにかくあなたよあなたがなんか本当はどうしたいかも分かってるし、相手のことめちゃめちゃ思ってるんだけど、それを行動にできてないからこそ相手がすごく不安になってる気がするんだよね。本当はあなたと結婚したいぐらい好きだったっていう人もいるかもしれない。だからこそなんかあれよな、あなたがちゃんと堅実に動いていくことが大事、ゆっくりとかじゃなくて、まずあなたと相手と話し合うことがまず大事かな。そのそれこそ意見が
すれ違ってるとか、あなたが頑固になってるところがあったっていう風に言ってるから、やっぱあれよな、意見のすり合わせじゃないけど、問題があったことを置き去りにするんじゃなくて、まずはそこをしっかり話し合って次に進めていきましょうっていう風に言ってますね。でそれ勇気持って進んでってくださいって、今ですって言われてるかな。で仕事とかはね、いいんじゃないかな、いい結果とか高い評価とかこれからもらっていきますよって、満足できるって。ただそれをなんか強欲に受け取って、さっきもやっぱ強欲ってことが出てたんだけど、自分もっといけるんだって意識高くて、そうやってなんだろう、気持ちをね持っていけるのはいいんだけど、自分はもっとできるはず、それなんでこれがさせてもらえないんだとか、そういう強欲さはやめて謙虚にね言った方がいいとか、あと利益とか重視しすぎちゃって、なんかその周りの意見を聞いてないとかね、そういうところは気をつけた方がいいかもってところと、金銭面はね、堅実に貯金していけますと。ただケチケチしすぎちゃ良くないよって。なんだろう、ケチケチってあんましよくわかんないんだけど、どういうのがケチケチなんだろう、わからない。僕そういう経験あんましないからわかんないんだけど、ケチケチしすぎると、例えばわかんねえわかんないとか言われたらみんな困っちゃうよな。恋愛とかで言ったら、まあなんかいい人とかいてデートして気前よくおごるとか、でも僕的にはね割り勘でいいと思うんですけどね、おごる前提がちょっとよくわからない、むしろ僕がおごりたいからよくわかんないんだけど、せやな、やっぱ1円単位での割り勘はちょっと耳っちいかなって思う。それならいいよ全部払うからって僕は思っちゃうから、まあそういうところかな。もう割り勘大事だと思うけどね、僕は割り勘したいタイプではあるから思うけど、なんか 0.5 円だからあいう1円ぐらい払うよみたいな、なんかちょっと嫌だなって思っちゃう僕みみっち、そういうこと言わないでスマートにやれたらいいのにって思うから、そういうこととかかな、みみっちとかそういうことかな、ケチケチってそういうこと。そんな感じがしますね。なんかそうですね、節約に命かけすぎるのは良くないって感じなのかな。とはなんかあっちのスーパーとこっちのスーパー、こっちの方が安いから行こうぐらいなら全然いいと思うんだけど、なんかそれをなんか他の人まで強制するのは良くないって感じかな。なんかあっちの方が安いからあんたあっち買ってきてよみたいな言うとかね。お前が行けよって感じよな。なんかそういうことかもしれない。ごめん、ちょっとあんましケチケチに対して印象が浮かばなくてすまないね。でもそんな感じかな。で、人間関係は結構関係様々、何に関しても安定してくるんだよね。やっぱ恋愛もそうだし、お仕事もそうだし、安定してくるんですよ。ただそれをお互いの気持ちを尊重してくださいってすごく言ってるね。やっぱあなたが頑固にならないとか意固地にならないっていう風な感じかな。信頼し合えて長く付き合っていける関係、まあ友達でもそうやしな、にはまあうまく続いていくと思うので、まずあなたのねその考え方をちょっとどうにかしましょうって感じがしますね。はい、ということで、じゃあ次、未来だね。あなたの未来がどうなっていくか見てみましょう。はい、というわけで、あなたの未来で出たのが、キングのワンド、間違えた。ワンドのキングでございます。まあ、どちらでもいいって感じですね。すいません。ですね。さあ、未来は、なんか情熱を持って目指してきたことが、もう到達しそうですよっていう地点が来てる。未来でね。なんか頑張ってきたことの成果が報われますと言ってますね。で、あなたが頑張ってきたからこそその結果が出てくるので、まあ例えば今ちょっと結構厳しいことをさ、アドバイスみたいな感じで言ってきたけど、それをちゃんとあなたがこれから改善していくことによって得られる結果だから、あなたを褒めてあげてくださいみたいな、あなたが頑張るからこそその結果は手に入れられるんですよって、手に入れられるが言いづらい入れられるんですよって言ってますね。で、恋愛に関して、出会いを探している人は本当に
なカリスマ性のある異性、異性であったり、まあ、恋愛対象なんでもいいと思うんだけど、異性に限らずと、あなたが思う、あなたの恋愛対象の人が、縁があるかもって言われてるね。不正がある。引っ張っていくみたいな。人とも出会えるかも。で、パートナーが実際に今相手を復縁したいなって考えてる人は、その、相手の頼りになる一面が見れるかもしれませんっていう感じがするね。で、素直になってやっぱ頑固だからさ、あなた。あなた頑固だからさ、なんか、相手がなんかすごいなって思ったことを素直にすごいねって言ってあげて。なんかやっぱ褒められて悪い気しないっしょ。悪い気しないっしょ。えへんみたいな。だけど相手をちゃんと素直に褒めてあげて。ね。で、お仕事。まあ、うまくいくんですよ、全体的に。お仕事もね。お仕事はね、上司の力をうまく借りてくださいと。でその上であなたがどういう風にしていこうかなという想像力を生かしていくことで、なんか難しい仕事とかもスムーズにいくかもしれませんねって。で上司も直属の上司だけじゃなくて、あの他部署だったりとか、で経営陣の中にやっぱキーパーソンっているかもねって言ってる。はい。であとはなんか近づきがたいなって思ってる、まあオーラがある人とかでも仲良くなれるチャンスだから、ぜひぜひあの話すチャンスがあれば話してみてくださいって言ってますね。そうね、アイディアとかこういう仕事をちょっとこういうアイディアがあるんですけどどうすかねみたいなのもいいかも。気温も上がりやすいから仕事のそういうチャンスをぜひぜひ掴んでみてくださいと言ってますね。はい。で最後人間関係やな。人間関係のところは、なんかあなたが思う相手のそのなんか自信にあふれた言動に、あすごいこの人って思ってるかもしれない。で相手はちょっと決断力があって、あそういうところ憧れるなって思うかもしれんけん、あんたにとってその対象の相手、人間関係で友人であったりとか恋人であったりとか、まあ行動するためのポじゃないわモチベーションだったりな、パワーもらえたりとかするような存在になるかもしれません。実際もそういう風な存在がいる、いて復縁っていうことも子供じゃない方もいるかもしれへんけど、まあそんな感じのことを言われてますね。ではお相手もしくはその対象の悩みだったりとかの未来を見ていきましょう。はい。というわけで、あなたの思う人であったりとか、あなたが悩んでいること、対象のものとかねを、の未来はどうなっていくか見ていきます。そうだな、相手幸せになってる、なんか感情が豊かで満ち足りていますと。でもすごいのがさ、あなたはまあワンドではあるんだけどキングだし、お相手がねカップのクイーンなんだよ。すごいね、キングとクイーンだよ、横に並んでるんだよね。いいねいいねって感じよ、僕からしたらいいねって感じでございますよ。はい。というわけで見ていきましょう。お相手、まあ、恋愛だったらあなたの対象の人ねが、まあ、ロマンティックにあなたとね展開を迎えられますよって、幸せな感情に満ち溢れますよって感じ。あなたがしっかりねその頑固にならずに優しく思いやりを持って行動していくことで、例えば結婚とか、まあ家庭を築くとか、パートナー制度とか、まあそういうので、うまくいけますよって。やっぱコミュニケーションなんですよね。あなたがなんかうつつと、あなたの中で本当はどうしたいか決まってるし、相手をずっと思うってことは、もう本当は相手のことすごく好きなんだよってことに、もう早く気づいてあげてほしいな。で、だからこそ、すれ違ってたからこそ、そのコミュニケーションが大事だよって言われてます、すごく。それが、関係を深める鍵ですとも出てますのでね、ぜひやってみてください。で、お仕事に関してはね、やっぱ、仕事のチャンスが増えますよって、経験とか。ほら、やっぱ同じようなこと言われてる。上司とか、
先輩からチャンスが舞い込んでくるって言われてるよ。同じこと言われてるね。でこれ今回女性って風に出てるんだよね。女性、まあ実際に女性なのも、性別が女性なのもそうだろうし、女性性が強い人、感性的に鋭い人とかもからかもしれない。うん、ぜひぜひなんかアドバイス求めてみてくださいって言われるね。うん、金銭面もそうな、知識の使い道を広げる、まあお仕事だよな。その知識を持って、例えばそのさっき言ったさ、上司の人とかになんかアドバイスとか、こういう今こういう風に企画とか考えてみたんですけどっていうことで、新しくなんか収入が増えるとか、そういうことにもつながってくるのかなって思います。で人間関係はそのあなたがね、やっぱね、思いやることが大事みたいなね。母性だから、思いやり、優しさ、人間としての器量かな。うんうん、それってやっぱ自分の中余裕を持つことで周りの人とも関わっていけるから、まあそういうことかな。うんうん、なんか話ついて、あなたと話すとホッとしますとか、落ち着きますって言ってもらえるんじゃないかなって思います。はい、では最後に、キーカードね、あなたに対してのキーアドバイスをちょっと聞いていきたいと思います。はい、というわけで、あなたへのキーアドバイスで出たカードがカップの10ですね、の逆位置で出ました。全体的にまずアドバイスを見てみましょう怪しかったね、見てみましょう。不安な気持ちに溺れすぎないで、そのつながりがね、これからできてきます。まあ恋愛だとしても、仕事だとしても、あとはまあやっぱ結構全体的に見て人間関係というか、そういうところが出たんだけど、そのつながりがこれからね増えてきますから、回復していきますから、安心してくださいってまず言ってます。でまず恋愛から見ていきましょうか。恋愛はね、さあな、出会いを仮に求められてる人はもうタイミングが来てますのでね、ぜひぜひ動いてみてくださいと。ただ、性格とか考え方が合わないなと思う人がいる場合は、もうその人でも、でも結婚しなきゃいけないからとか、今じゃなきゃいけないからって焦らないでくださいっていう風に言ってるね。で、パートナーがいる場合は、その相手とのすれ違いが実際にもう今起きてると思うんだよね。だからこそ、その、やっぱ会話が噛み合わないみたいな感じで、あなたがどう思ってるか多分伝えられてないんじゃないかな。現状のところでも、そのなんだっけ、インジャってハーミットって言うんだけど、あの逆さまになって自分の気持ち分かってるんだけど、なんかうつうつと考えてそれを見ないようにしてるっていう風に言ったから、本当は分かってるからこそ、なんか例えばなんだろう、さらけ出してって言われてるってことは、仮になんか恋人とパー、まあパートナーがいた時に、あの話し合った時があった場合は、なんかえ、これってどういう気持ちなのって聞かれてもなかなか答えらんないとか、なんか結局言っても無駄なんじゃないかなって勝手にあなたがね思っちゃってるところがあるからあったかもしれないから、だからそういうところもちゃんとね相手に伝えないと分かりませんよって言ってますね。そうね、あなたがちゃんと心を開いて会話をしていくことで、あ、喉が時々息がねってなっちゃうよ、ごめんよ。あなたがちゃんと心を開いて会話していくことで、ちゃんと調和が取れていけますと、うまくいけます、復縁でいけますってことですね。よかったじゃんよかったじゃないですか。でお仕事はね、はい、というわけで、お仕事に対しての、アドバイスに関しては、うまくね、もしかしたら仕事が進まないかもしれないけど、でもやっぱりあなたが頑固で進めていこうとしちゃってるっていう風にさっき出てたから、だからこそ周りのね意見をちゃんとヒアリングして聞きましょうと。でそれをその意見を聞いた上で、ちょっとじゃどうしていくって話し合うとか、じゃあこれをこうしてった方がいいじゃないかなって自分の意見を伝えてみるだとか、ちゃんとねそこを一致団結するためのヒントになるところをちゃんと見ていきましょうって言ってますね。で、あとはね、なんだろうな、あとはな、金銭面とかは、なんかギャンブルはもちろんやめた方がいいですって、のめり込むと損しますよって。まあそりゃそうだよね、ギャンブルなんてそのままじゃないそんなもんだと思うんだけどね、それで生計立てるなんて絶対とは言わないけど、まあ、立ててる人もいるはいるけど、なんかあんまし良くない印象しかない。まあほどほどにねって言ってる。
身の丈を考えなって言ってるかな、液洗面は。うんうん、まあ、それこそ貯金してきなっていう風にさっき言われてたから、まあそういうこともあるかもしれないね。で、人間関係のところの、アドバイスね。ああ、やっぱりあなたがやっぱ頑固ってところが出てたのがやっぱ繋がってるね。相手の心の内をしっかりと理解しましょう。理解した気でいるじゃなくて、実際にどう思ってるのかっていうのが会話のうちで、しっかり聞いてみて、どうなのって聞いてみるとか、そういうところが大事ですねって言われてますね。なんかちょっとした性違いで、なんかあなたもさ、うつうつと考えちゃってさ、あの人ああ思ってる女、ああ、って言って、口が回らない。あの人ああ思ってるんだって勝手に勘違いしちゃって、なんかうまくいかないみたいになったりするかもしれないから、もう実際にね、あ、もうそういう風に思いすぎない、失望しすぎないで、なんか、あの、ちゃんと相手のね、意見を聞く機会を作りましょうって言ってますね。これは友情でもそうだし、家族でもそうかもしれないし、あとは恋人とかももちろんね、そういう風にしていってくださいって言ってます。なんかね、このカップのジュースすごいいいカードなんだよ、もともとは。ちょっと待ってよ。これがね、正位置で出るとね、すごくね、満ち足りているって感じがするんだよね。カップの10って、そうやね。カップの数が9個だと、あとちょっとでうまくいきますみたいな。あと何かが足りてないっていう感じなのに、カップの字はもうなんか足りてますとか、もう全体的な調和とかを表すから、幸せで満たされる状況にあるんですよ、本当は。あなたが頑張ればね。だってこのカードが出るってこと、反対で出たとしてもそういう風になる可能性があるというか、そうなっていけるのにっていう風に言ってるわけですよ。そうだからこそ、今ちょっとキーアドバイスを、参考にしてやってみてください。もうそれこそ復縁ももちろんうまくいきますよ、あなたが頑張れば。一歩踏み出してくださいね、新しい人、あ、口が回らない新しい人とね、出会いたいなって思ってる人も焦らないで、実際あなたとうまくいく人は出会えるからね、焦らないでって言ってる。お仕事に関してもやっぱり周りの意見を聞くだとか、自分よがり、一人よがりって言ってるのかな、にならないだとか、そういうところをね、大事にしてくださいとか、お金に関しても安定してきます、あなたがそうやって無駄遣いしなければねとか。そうだな。やっぱ共有することが大事。何に対しても、なんか意見を共有するとか、人間関係だったら共有していくしかないんですよ。自分の思いがね、完璧にね、何も言わなくても伝わるなんてことなかなかないし、なんとなくこの人はこう思ってるんだなって思うと、完璧にそれをね、受け取るなんて、もう、熟年夫婦も熟年夫婦でも本当に難しいことだと思うんだよね。あの人何考えてるか分かんないって言ってるような人もいると思うよ。熟年でも。やけんね。その辺ちょっと頑張ってみてほしいなって思います。はい、というわけで、今回、最後まで聞いてくださいありがとうございました。抹茶を選んでくれた方のリーディングはこれで終わりたいと思います。最後までもう一回言っちゃったか最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。ではぜひ頑張ってみてください。ファイトだよ。ではお疲れ、はー、またなー。